はい、ごきげんよう、リオルスです。はい、それではときめきメモリアルガールズサイドセカンドキスの続きをやっていきましょう。なかなか長いタイトルですが、はい、あ、無事ですね、プレイステーション2も起動しまして、セーブデータもロードできました。やったぜこれだけが怖いからね。はい、じゃあやっていきましょう。まずはとりあえずは運勢見ていく感じなのかな。毎回見ていかなきゃダメかな。ある程度でいいかな。勉強、あ、勉強いいぞ。とりあえず勉強が2週間ぐらいはいいと。勉強2週間やったら行楽がいいと。3週間目から行楽以外がやばいね。まあ、とりあえず勉強2回。はい、勉強か、勉強。これも勉強にうち雑誌を読んで流行を使う。これも勉強のうち、どう、まあ、まずは勉強して、まずは勉強しよう。うん、学生の本部は勉強だよ。ああ、やっぱりまあストレス上がるわ。え、今運動、運動、うん、え、学力そんなに上がんないよ。流行が上がった。え、勉強で流行が上がんの。休みだな。こう水島さんと遊ぶって言ってもなんかおしゃれしただけだったもんね、前回。出かける、出かける。あ、あった、一人でお出かけする。ちょっと服見に行こう、服。うん、商店街、商店街、ショッピングモール、商店街。あ、どっちだっけ、商店街なんだこれ。バーブティックできし、あったあったあった、ファンシーな地図だな。いらっしゃいませ。2006年のセンスだろ。いや、もう全然わかんないけどほう、キャミソール、半袖の T シャツ、ボートネック T シャツ、ハイネック T シャツ。これ季節感とかも大事にしてから。いや、もうだいたい高校生の僕はこんなパーカーだ気がするけどな。はあ、タンクトップね。10円。ああ、そこそこ買えるんだな。うん、今100円持ってるから。100リッチね、リッチ。パーカー一つ持ってれば割と自由度は効くんじゃないかな。うん、で、意外と高いな、パーカー。うん、うん、高1でこんなに着る？ジーンズのジャケット。ベスト。ボトム。うん、まあ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 、こんな感じ。チェックのプリーツスカート、スカート高いな、ボトム高いな、ジーンズ、ホットパンツ、なるほど、アースカラー、これはどうかなこれは相当弾けてるね。うん、どうだろう、こうターコイズの、こういうの好き、こういうの好きかな。うん、全身、全身ワンピースとかか、つなぎつなぎ、まあまあそういう子もいないでもないか。あんまり見ないけどね、ノースリーブ、ネクタイ、ワンピース、サファリワンピース。いや、これは難しい。水着売ってんの、もう。あ、売ってる。ワンピースの水着、ビキニの水着。はあ、いや、まだ早いよな。しかも20リッチ、25リッチ。うわ、これは難しいけど、何かせっかく来たんだから買っておこうかな。うん、なんか無難なところ、無難なところ、どれが無難なかもよくわかんないが、これからの季節そんなに、夏だよな、夏。まあ、T シャツ、僕無難に半袖のボートネック T シャツと上下買ってくか。トップはちょっと難しいな、僕には難易度高すぎる。うん、あれに合う、あれに合う、何買ったっけ。あ、何買ったかも忘れたあ、カート、カート、なんだこれ。あ、カードか、これショッピングカートじゃなくてカードか。あ、もう買ったの。あ、もう買ってる。8減ってる。あ、何買ったかも忘れた。あ、そう、 T シャツだよね。やっぱパーカー 2着ぐらい買って大丈夫。まあ、でもさすがに2着ずつぐらい、上に下にぐらいないと、ちょっと組み合わせ的にやっていけない可能性があるから、パーカーも買っとこう。
パーカーとボトム、うん、じゃパンツと、うん、これとこれ、この3級って何こっちからチェックのプリーツスカートでいこうか。これで、あ、もう半分減ったぞ、もう半分減ったぞ。え、すごいポイントついた。え、そんなに買わないもんなのこれ。ちょっと買いすぎた、いきなり。そんなに買わないもんなのこれ。ありがとうございました。ああ、どうも。はい、うん、いいお買い物できたかもわかんない。あ、まだいけんの、まだいけんの。あ、じゃあアクセサリー、これはこれ家路か。じゃあアクセサリーショップ行こうぜ。どんなのあんの。いらっしゃいませ。カオリボンのバレット、あ、バレッタとか、あー、なるほどね、そういうのか。ブレスレット、ハートチャームリング、天使の羽、イヤーカフス、キャペリン帽子、これまた服装とのねえ組み合わせかあるな。難しいな。あ、でも安いな。さ、ハートが安いな。まあまあ、ハート型のペンダントぐらいいいだろう。1個ぐらい買っとこう。記念記念記念。あ、これ、共通なの、ポイントカード。ありがてえ。ありがとうございました。T カードみたいなもんか。うん、いいお買い物できたかも。あれ、佐伯くんだ。何してるんだ。おー、イベント。佐伯くん。おー。ストップ。ストップ？何が？はい、はい、え？あ、なんだよどうした急に。あれ、これコンタクト、あー、そういうことか。お前が踏んだんだ。あー、もうだから来るなって言ったんだやばい、素で面白い。お前が踏んだんだごめん。じゃあ、あの代わりに、あのこのボトムスカートをあげるからそれで許して。コンタクト、コンタクトだったんだ。この前割っちゃって買ったばっかりなのに。あの、ワンデーがいいよ、ワンデーが、うん、ワンデー楽でいいよ、うん、もうしてないけどね、うん、昔つけてた。そう、そうなんだ、本当にごめんね。もういいよりによってこんな時にお前に会ったのが不運だったなんでこんなとこで外してんだよ外れたのか、そんな外れるか、コンタクト。だからごめんね。うるさい、お前なんかどっか行け小学生かお前が踏んだんだ面白いな。てるくん、分かった。待てよ。何、どうしたの。弁償、弁償。俺、瀕死な上に乱視も強くてさ。ほうほう、辛いね。僕は運転する時ぐらいしか書けないけどな、普段は大丈夫だけど。すごく危ないんだ。あ、なるほど。道歩く。じゃあ手つないで帰ろうぜ。手つないで帰ろう。メガネ屋。あ、そっち？連れてって。そう。何赤くなってんの？何赤くなってんの？不思議だな、不思議な子だな。仕事してるときは妙に、うん、大人チックだったけど、普段は割と高校生してるな、普通に。面白いぞ彼。いや、さてどうしようかな。もう一回勉強でいいか。勉強、う、でもあれ、う、勉強にっこりマークだったのにそんなに良くなかったな。ちょっといろいろやってみるか。芸術、芸術、いや、流行つかもう、流行つかもう。やっぱ情弱じゃダメだよ。なんか失敗したぞ、お金飛んでったぞ今。あれ、なんだろう、何、どうしたの。メロディーが聞こえてくるぞ。ここだ、音楽室、素敵な曲だな。ちょっと覗いてみよう。ほう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 、ギターか、アコギ。目つぶっちゃって。いや、本当にうまいな本当にうまいな。誰だ誰だ。俺だ、リオルです。あ、あの、ごめんなさい、すごくいい曲だったからつい。
勝手に聞いてんじゃねえよ。ちょっと照れてるけどマジでよかった。え、自分で作曲したの？うん、すごく素敵な曲だった。そっか、さっきていうかここ学校だよね。学校の中にそのネックレスとかいいんだ。いいんだ、さすが。ていうか赤いそのシャツもいいんだ。すごい自由な校服だな。違う、本当に。ないえ、俺が作った曲だから、うん、素敵なのは当たり前。ああそうか、だろ、うん、分かる。そのはずだ。うん、そのはずだ、分かる。私はトビハリオ。急に自己紹介始める。あなたの名前教えてもらっていい？名前俺は、なんだ、恥ずかしいのか、どうした、忘れたのか名前。ハリアのしん。ハリアのしん、ハリのしんのしん、ハリアこのしん、通称ハリーだ。おお、いや別に普通じゃない。いいんじゃない、コウノシン、かっこいいじゃない。通称ハリー、ハリーくん。じゃな。へえ、和風な名前だね。ハリー、ハリーか。ハリーだからな。あ、はいはい。釘刺された。ハリーなの。おお、飛びまくってるぞお金が。さてと、そろそろ帰ろうかな。お、なあなあ、なんだ、なあなあ、お、そう、なあ、昨日のファッション通信簿見た？やっと同学年っぽい子が来た。ファッション通信簿、ああ見てた見てた、うん、ちょうど見てた今週。え、うん、見たよ。ほんまに？ほんまに。よかった。流行り物に興味ありそうやったから、もしかしてと思って。いや、まだ1週間しか読んでませんけどね。そいでな、うん、最後の方に出てきたリップの話覚えてへん？なんだなんだなんだ、リップの話。なんじゃらスマイル、なんじゃらスマイルとか言うやつ。元気だなこの子。天使の微笑み。エンジェルスマイル、あーそれっぽいね。そう、それや。えらい簡単な名前や。悩んで損した気分やわ。あ、まあな、そうだな。あ、そこだけ見落としちゃったんだ。そうやね、そうやね。他のチャンネル見てた隙に。チャンネル？ああテレビか。あ、飛ばしちゃった。超限定先行販売するって言ってたよ。直営店のみ300本だったかな。300って相当な少なさだよな。発売いつなん？発売いつなん？あ、明日からって言ってたと思うけど。よっしゃ、ナイス情報。ああ、もうこの子明日学校休むわ。絶対こういうタイプ明日学校休むわこれ。もしくは遅刻してくるわこれ。え、どうして私の名前？友達になりたいな思ってて。うわー、ありがたい。ここでありがてー、うん、この子とは仲良くやっていけそう。リップをゲットするために、うん、今から対策練らなあかんねん。対策？ああ、もう絶対学校来ない。西本春日。春日2006年だよな。あれ割と時代を先取りしてるな。春日、あんたの分も買うてくるから明日ゆっくりいい話しような。いい子じゃん、ま、いい子じゃん。これでオイラも流行乗れるわ。行っちゃった。西本さん元気な人だな。あー、西本さんっていうのね。下の名前のインパクトが強すぎて、もうひそかさんといい下の名前のインパクトが強すぎるわこのゲーム。え、ていうか何一回も成功してないような気がするんだけど、流行。あ、佐伯くんだ。え、何これ？ R1。 あー、呼び方変えれる。いきなりテルくん、テルリン。佐伯さん。急に真顔で佐伯さん。佐伯、あー、まあ佐伯、まあ、まだ早いだろうねえ。いきなりテルくん、テルタン。王子様は誰だか分かんないだろう。まあ、まだ早いよ、まだ早いよ。テルくんぐらいいけない？もうね、メガネ山で一緒に行った仲だし。どうよ。テルくん。
念のために聞く。めっちゃ怒ってる。それ俺のことじゃないよ。めっちゃ怒ってる。なんだよバイトのこと言っちゃうぜ。え、あの嫌だった？嫌だ。嫌か。控えめに言っても分かりやすいな。言っちゃった。今の呼び方気に入らなかったみたい。そっか、ダメか。一緒にメガネ屋行ったの仲なのにな。でも全然流行がうまくいかない。全然うまくいかない。あ、メールが来た。どうも。あ、ハルヒ、いつの間にメアド交換したんだ。そしてそのアバターな。西本ハルヒでございます。なんて固い挨拶抜きにしよう。仲良してな、よろ。ハルヒ、やっぱりたこ焼きなんだ。やっぱりたこ焼きなんだ。あ、バリバリ関西の子だったけどね。さてどうしよう。もう占い重視で行った方がいいのか。やっぱり占い無視して行ったらもうひどい目にあったからな。次は、え、行楽？行楽ってどうすればいいんだ。行楽以外いいことないぞ。行楽？これか？あ、春日とも遊べる。春日行く？まあ交流深めるか、新たなこと。あ、行楽、行楽してる。あ、リュウコ上がった、よかった。ありがとう春日、ありがとう春日。あ、そうか、そうだ、あと着替えられるんだよね。せっかく買ったんだし、ちょっと着替えようぜ。どんな感じ？あ、これと？これと？スポーティー。これは？あ、これもスポーティーなんですか？はぁ、あ、はぁ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 。え、もうちょっときっちりくっつけてくんないかな、ここ。あんまイメージがちょっとわかないんだよね。合ってたかどうかがちょっとわかないから、ちょっと。きっちりくっつけてくんないかな、これ。え、ちょトップ変えてみよう。トップ変え、あれ変えらんない？変えらんない？じゃあこっちにして。これもスポーティー。基本スポーティー。僕のセンスってスポーティーなんだ。これ2つともスポーティーなんだ。あ、しまった。ちょっと雰囲気の違うのを買えばよかった。せっかく2つ買ったんだったら。失敗したな。何を組み合わせてもスポーティーだぞこれ。困った。 これでいいか、うん、じゃあとりあえずこれで OK。 そっか、雰囲気ちょっとバラで買わないとダメなのか。なるほどね、難しいぞ。女子道で行楽終わったから、え、毎回見んの占い。毎回見んの。あ、まだ行楽、しばらく行楽。健康以外は、あ、でも、難しいな、これ。とりあえず、行楽。また遊ぶ？いや、流行大事だしな。流行、あ、水島。水島って言っちゃったけど。ひそかさん選んじゃった。あ、まあいいや、いいや、美しくなろうぜ。気配りのできる女子になろうぜ。あ、佐伯くんだ。佐伯くん。あ、ちゃんと呼び直したんだ、佐伯くんって。あ、ごめん。ほんと、今行こうと。なんだ？何今あれ、なんか約束してたっけ。お前か。なんだ、愛想つくって損した。え、どういうこと。君は一体何をしているんだ。どんな仕事をしてるんだ君は。なんだか随分な言われようだけど、私に用？なんでもない、気にすんな。なんでそこだけ急に笑顔になる。やば、佐伯くん発見。佐伯くん発見。ずるい、今日はうちらと昼食べる順番じゃん。ああ、なるほど、なるほど。ああ、ごめんね、ほんと今行くところだったんだ。ん、早く早く。だいぶモテモテのようで。そんじゃ。あ、でもなんだろうな、こっちが素の姿なんじゃないか。なるほど、モテモテも大変だ。でも佐伯くん疲れてるみたいだけど大丈夫かな。そうだよね、うん、私が癒しになってあげるよ。私の前では素でいいんだよ。で、押すか。それで押すか。さあ、どうしよう。もう毎回もう占いを見なきゃ満足できない体になってしまった。しばらく行楽で大丈夫だって。だから、5月までは、
4月の後半はまあまあ、まあ、基本何でも大丈夫か。よしよしよし。ええ今いくつ、今4月29今4月29だからもうもうあれか、基本何でもいいか。オッケーオッケー。じゃあね、えでもそろそろ寝ないと。どんぐらいで寝た方がいいのかな。体力、体力、体力というパラメータないな。ストレスだけ気にしてればいいのか。じゃあどうしよう、やったことないやつやるか。芸術伸ばすか。やったことなかったっけ。ゆうくん、ゆうくんゆうくん、ちょっといい、お姉さんと遊ばない、うん、今開けるね。日曜日なのに小学生家にいるのか。どうしたの。あのね、私の私に対する周りの人の評価を小学生に聞きたいんだけど。お姉ちゃんの評価わかるかな。ね、バッチリわかる、うん、こんな感じだよバッチリわかるんだ、すごいね。他にも聞きたいことある。お、いける。まだあるまだある。情報を聞く、ちょっといい話。なんだちょっといい話。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど、小学生に。いいよ誰のことが知りたいの。誰のこと。じゃあ、じゃあハリー、ハリー知り合ったし、ハリー、ハリーだね、ハリーだね。ちょっと待って友達に、友達なのか、ゆうくん。ね、見える。なんでそんなこと知ってるの。こんな感じだよ。170cm、55kg。へえ、楽器店ネイ。ハリーっていうことはアマチュアバンドの僕。アマチュアバンド高一で。はあ、なるほどね。どうやって手に入れたの、その身長と体重とか。バースデー12月、大型。へえ。他にも聞きたいことある？ちょっとゆうくん怖くなってきたわ。ちょっといい話聞いてみよう。え、こっち来んの？ね、よっと、細かい。お姉ちゃん、はいこれ、遠足のお土産だよ。ありがとうありがとう。ゆうくんでいいんじゃないかいいんじゃないかうん、ありがとう。ゆうくん、何が入ってるのかな。つくしとわらび、それからよもぎがたくさん。渋い。森林公園に行ってきたんだ。小学生のセンスとは思えない。小学生のセンスで森林公園って言ったら松ぼっくりとかそういう感じじゃないのか。どんぐりとか。つくしとわらび。いいでしょ。どれも食べられる野草なんだって。はあ。ねえ、草団子作って作って。小学生らしいのからしくないのかわかんないな、この。他にも聞きたいことある？まだいけんの、まだいけんの。情報、情報聞こうぜ。いいよ。すごいな、優秀だなこの子。え、じゃあ、王子先生？若王子先生だね。はい。ちょっと待ってて。知ってんの？ね、見える？あ、陸上部顧問なんだ。科学部の先生。羽学？化け学じゃない。羽学の？あ、羽学の。羽学の、羽学って言うんだ、あの学校のこと。科学の先生、天才科学者で IQ200、 200ってすごすぎないか。150でもすごい方じゃなかったか。見える、こんな感じだよって言われて。180cm、 65kg。 まあ身長と体重はまあまあ平均か。うん。他にも聞きたいことある。え、まだいけんの。もう全員分聞けんじゃないの。いいよ。じゃあさ、てるくん。佐伯さんだね。佐伯さんは佐伯さんなんだ。ハリーはハリーだけど。見える？こんな感じだよ。でもホストにしか見えないな、この写真だと。帰宅部、喫茶サンゴ礁。そうだよね、もう小学生にまで喫茶サンゴ礁でバイトしてるってバレてるのに、今更内緒って言われてもな。あ、あれかな、学校の女の子の取り巻きたちに店訪ねられちゃうのが困るってことなのかな。趣味はサーフィン。サーフィンすげえな。178cm、 高一で 178cm、 高っ。他にも聞きたいことある。まだいけんの。もう全員聞いちゃうよじゃん
お姉ちゃんの評価。ああ、これはそれは聞いた、うん、それはさっき聞いた、ごめんごめん。他にもまだいける、はい、行く行く、いいよ。え、じゃあ西本さんだね。春日、春日、ね、見える。あ、なんかさっきとだいぶ雰囲気違うな。なんかおしとやかなお嬢さんみたいになってるけど、洋菓子屋アナスタシア、洋菓子屋さんでバイトしてんだ。あ、体重は教えてくれないんだ。羽ばたき市には中学から転校。ああ、なるほどね。大阪出身の元気なお姉さん。はい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 。他にも聞く。まだいける。あ、もう全員聞くわせっかくだから全員聞くわ。いい、水島さんだね。ちょっと待ってて。趣味は暗殺とかじゃないだろうね。ね、160、高っ。こんな感じだよ女性で高1で164センチ、高いね。吹奏楽部、あー吹奏楽部って感じするわ、うん、大人っぽいお姉さん、男女ともに憧れの的。わかるわ。他にも聞き。もういいです、さすがにいいです。えっ、変、俺って何でも知っててすごいでしょ、うん、ちょっと知ってて、ちょっと低レベルだけど、またいつでも呼んでね。ちょっと低レベルだったけどね、うん。さてと、どうしようかな。はい、というわけでもう今日は時間ですね。いや、全然進んでないないや、楽しいな、一個一個が。はい、じゃあありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、ではごきげんよう。失礼します。